まずスタートです。スタートはまず4番ですね、内藤選手が取りに来ました。そしてその次に1番の吉澤選手でしたね。なので並びはまずは南関東勢が前ということで、その次に吉田拓也選手のラインですね、関東勢吉澤選手と7番1番が前から2番目のラインですね。そして前から3番目になるのが島川選手に大塚選手、8番2番ですね。これから徐々に隊列が整っていきます。後方には中野真二選手ですね、6番3番東北勢ですね、中野真二選手に姿和道選手です。まあ、中野選手は昨日は前を取って赤番から突っ張るレースをしましたので、今日は後ろから攻めるということでね、レースが変えてきましたよね。中野選手です。そしてまず前を取った根田選手、初日は非常にいいスピードで1着を取ってますよね。11秒2でした。山田雄大選手の先行8番手からまくっています。今日は前を取ってという形ですね。今日も非常にいいまくりを打ったので、調子は悪くないなという感じですよね。2番手には内藤選手ですね。そして8番の島川選手もその後ろです。島川選手は初日は期待選手の先行の8番手からまくり上げて4着まで来ましたね。マークには大塚選手がマークをして8番2番のラインが形成ですね。そして注目の中野選手、中野選手の後ろには須賀田選手なんですけども、須賀田選手も今日は非常に俊敏なうまい安定したレースをしてくれましたね。その辺も見ていきたいと思うんですけども、残り2周の青番バックですね、そこに近くなってくると徐々に動きが出てきますよね。島川選手が後ろの中野真二選手を気にしながらね、周回が進んでいくわけなんですけども、残り2周の赤番で後方から中野真二選手がここは上昇してきました。そして前で根田選手も突っ張るような形、そして島川選手も前に踏んでいくような形でね、ここはうまく島川選手は中野選手を出してという形になったんですけども、その時に大塚選手の連結がね離れてしまいましたよね。根田選手が4番手という形になりましたね。吉田拓也選手は後方になってしまいました。後方から早めにね行ったんですけども、ちょっと気づかれたのかなっていう感じで3番手で止まってしまったんですよね。そしてそこから内側を攻めるような形になるんですけども、でもここでバッティングしながらよくねそこをこらえながら前内側刺してきたなと思います。須賀田選手がブロックしたところをかいくぐって内側から吉田選手、そして中野真二選手が粘る中、外並走でもそこはきちっと差し込んできた須賀田和道選手ですね。3番6番4番須賀田選手に中野選手、内藤選手という形で第1レースが終了いたしました。